ロシア軍に批判したと、クラスター弾で病院攻撃、ウクライナ戦争で。ヒューマンライツ・ウォッチが25日にロシア軍がウクライナにおいてクラスター弾を搭載した当時か短距離弾道ミサイルで病院を攻撃したと発表しました。こちら、十数人の死傷者が出ている模様でございますが、このロシア軍、すでにウクライナの市街地に多数のクラスター弾を撃ち込んでいると見られており、 他にも保育園を砲撃したり村ごと焼き払ったり戦車などで人が乗った車を踏みつぶしたりとやりたい放題でございますまたロシア軍がウクライナ軍になりすまして活動するなど明らかな戦時国際法違反も確認されておりますのでウクライナ政府にはこのような犯罪行為に対し逐次対応していただきウクライナ政府として 正式に発表し、国際社会に対して対応を要求し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。